とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。最近、よくね、このキャンプの中の、実は行ける場所っていうところを紹介してきました。結構好評みたいなので、コメントたくさんもらいます。で、今回、俺がね、知らなかった場所を、コメントしてくれました。ありがとうございます。まずね、この高級職人の上とか、この村の村人の上、そして幻の大陸、あそこはね、もう紹介したと思うんですけども、まだあったんですよ。まだ行ける場所があった。そこが、この中です。この中。ここの中はね、俺まだ探索してなかったんだなぁ。まあ、今日はそれを紹介したいと思います。入りましたらば、階段を登っていってください。そしたら、左側に、ムッシュルームモンスターズかな?わからん。どっちかわからん。レッドストーンの怪物かもしれないけど、こいつの顔があります。で、ここの顔の前を通って、反対側に行ってください。結構ギリギリを行かないと、下に落ちちゃうので、ここ若干注意ですね。ギリギリを通って、反対側に行きます。あ、行けたね。で、ここの端っこをギリギリ通っていって、で、こっから、右斜め下にジャンプします。あの、豚小屋の、柱のところですね。そこにジャンプします。ちょっとうまく乗れなかったんだけども、あそこにジャンプしてうまいこと乗ってください。よっと。乗りましたね。まあ、ちょっと若干空中浮遊してるんだけども、ここに乗ります。で、そして、豚小屋の中に飛び込みます。はい。ここはね、普通じゃ入れないね。普通じゃ入れません。で、さらに言うと、これ、裏の方にこう、回っていくことができます。うん、下の方にもこう、行けることができますよ。ただ、これね、行き過ぎると、裏世界に入って、元に戻っちゃいます。まあ、それは注意してください。あ、戻ったー!こんな感じですね。ここは知らなかったな。で、もう一箇所あるんですよ。それが2階ですね。ここなんかね、一見どこにも行けそうにもないんだけども、ここ。ここに若干上に登る場所があるのよ。こっから横に向かってジャンプ。そうすると上に乗れるんだよね。あれ?よし、乗れました。で、こっから、入り口の柱に向かって、ジャンプ。そうすると、入り口の柱の上に、乗るもんね。よっ。ここ若干難しいな。よし。と。あ、いけた。いけました。うまいこと、この柱を伝って、この反対側に入ることができます。で、これも、横にこう通っていくことができます。で、さっきと同じく、行き過ぎると、裏世界に入って、元に戻されてしまいます。そこは注意ですね。ここに入ってると、まあまあまあ、どうやって行ったんだろうと、若干不思議がられると思います。まあ、ギリギリまで行くと、おそらく、あ!かくれんぼとかしても、見つからないと思います。ここ若干難しいかな。うまいこと、ここの端っこから、横にジャンプして、乗り込む。と、ここなかなか乗れないね。乗れた。で、こっから、柱に向かって、ジャンプ。だね。で、そうすると、こういう風に、いけます。ギリギリのラインを攻めてみてください。難しいな。はい、それでは、コメント、ありがとうございました。今日はこの中の行けなそうで実は行ける場所っていうところ、紹介させてもらいました。まあ、あと他にもキャンプの中多分もうないのかな?もしもあるのであれば、コメントで教えてください。俺はわからない。もうないんじゃないかなとも思うんですけどね。はい。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。